はい、こんばんは。とちです。はい、今日はですね、料理をしていきたいと思います。はい、ですね、そうです。私が携帯の機種変更をして、インスタグラムのパスワードがわからなくなり、さらにパスワードを忘れた方はこちらって書いてあるところを押すとメールをここに送りましたっていう、そのメールも変えてるんですよ。なんで大変申し訳ないんですけど、前の動画でもう一回フォローしてくださいって厚かましく皆さんに言ったところ、たくさんの方にもう一度本当にお手数おかけしまして、フォローいただきまして本当にありがとうございます。で、ちょっとまだしてないよっていう方のためにですね、ここにまた載せておきますんで、私の新しいアドレスです。アドレス、アカウントはこちらになっておりますので、はい、で今日はですね、何を作っていくかというと、全然映ってないんですけど、ここら辺にいろいろ置いてるんですよ。まずスナップエンドウですね。私の大好きな、キャベツの次ぐらいに好きなスナップエンドウ、茹でていきます。お弁当にも入れられるんで。ご飯はもう炊けたんですよ。さっきちょっと早めに炊いてたらもうピーピーピーって言って、今は何をしてるかというと洗濯物をしてるんで、もうちょっとしたら柔軟剤を入れないといけない。よく忘れるんですよね、柔軟剤を入れるの。滑舌がいい人や声が綺麗な人いらっしゃるじゃないですか。羨ましいなと思って、私声も低いし、声もまあ良くないし、滑舌も悪いから、前にも作ったことあるんですけど、今日どうしても食べたかったのがサーモンのですね、炙りで寿司、サーモンの炙り寿司、お寿司を握りたいと思います。急に食べたくなるんですよね、そういうお寿司。あんま生の魚がですね、そんなに得意じゃないので、たくさんは食べれないんで、お刺身とかも6切れぐらいでいいんで、あとウニとかイクラとか、そういうなんか高級なフォアグラとか、多分食べれるんですけど、食べたことないんですけど、フォアグラはなんかあれ美味しいんですかね。私の舌がですね、痩せてるんですよ、超えてなくて。体は太ってるんですけど、舌は痩せてます。はい、ちょっと柔軟剤入れてきますね。多分今そんな感じの気配がしてるんで、すいません。はい、ちょうどいい具合でした。沖縄県産のかぼちゃがですね、やっと売ってたんですけど、これこんぐらいでちっちゃいのに252.72円なんですよ、税込み。高くないですか、普通に高いですよね。でお吸い物はですね、ちょっともうここ光があんまりよろしくないんですよね。ちょっと文句ばっかり言って申し訳ないんですけど、お吸い物はですね、ネギと豆腐、今日までやん、これ。あと椎茸も買ってきたんですけど、これは焼こうかな。はい、適当です、適当で、今日はこれですみたいなメニューがあんまりないんですけど、メインはですね、サーモンの炙り寿司。はい、すいません、いろいろお伝えすることがあってですね、私が今日皆さんにですね、食べた後何を話すかというと、この料理を作って食べて話す動画がもう長いんですよね。すいませんね、本当に長くて。ですね、何やったっけ、あ、そうそう、紹介するものがありました。ちょっと待ってくださいね。ちょっと紹介する前にネギをちょっと切りますね。あとちょっと洗濯物も途中で干すんですけど、おめん、あ、ちょっとあれ、混ぜやん、熱い、混ぜないといけないです。寿司飯をちょっと作ろうかな。ちょっとお吸い物ためにならないクッキングをしてますね、私。はい、ちょっとまあ少し手元見せましょうかね。顔ばっかり見せてもあれなんで、ちゃんとは見えないんですけど、こんぐらい見えますね。はい、すみません、私も見えるんで。今日は何を食べてますかね、皆さんは。私はなんか、思いつく時と全然思いつかない時があるんで、明日も食べる。大体私こう、お休みの日に作っている。今顔が白すぎて怖いですね。私こんなに白くないですから、いつも言ってるんですけど。
これはもう捨てない方がいいんですよね、本当に。なんか唐揚げとか作るときに臭みを消すんですよね、このタレ。でも私唐揚げ作らないんですよね。どうぞ。すいません。本当はチンした方がいいんですけど、切りやすくなるためにちょっと面倒くさいんで、私切りますね。怖いでしょ。切りました。よし。ちょっとすいません、お待たせして。はい、じゃじゃーん、はい、これは飲み物でもなければ食べ物でもありません。はい、こちらが私の一目惚れのやつですね。はい、一目惚れしました。即決はせずにちゃんと一日じっくり考えて、はい、買ってきました。じゃじゃーん、はい、こちらですね、桜のカップ。かわいいでしょこれ。これもう最初に目に飛び込んできたんですよね、これが。スターバックスコーヒーの前で、でこれ私1回目見た時ですね、値段をこう見たんですよ。老眼なんであれなんですけど、3600円って書いてあったから、3600円って思って、いやちょっととても気に入って、もう一目惚れしたけど、3600円はちょっとなと思って1回こう置いたんですよ。でも置いたけどずっと見てて、これは今の季節限定のですね。だから来年桜の季節になってもこれが出ることはないので、ちょっと待ってようと、ちょっと一日考えようと思って置いて、ちょっと気になりながら一旦帰ったんですよね。で考えて今日買ってきました。で改めて3600円よねと思って見たら2600円やったんですよ。それでもまあ高いんですけど、3600円って思ってて今日買いに行ったので、あ、安いなってちょっと思ったんですよね。でもよくよく考えてみたら2600円のマグカップって私持ってないですもんね。ここに飾ろうと思って、ここに、ここで私食器棚、これ買ったんですけど、少し前にですね買ったんですけど、この食器棚を買うときにお皿持ってるの入るかなって心配したんですよ。全然余裕がスカスカなんですよ。そんなに気に入るものをそんなに見つけることもないじゃないですか、一目惚れとか。なんで今日は一目惚れの話をしたいと思います。あとちょっとサムネイルにはちょっと一目惚れだけが伝わらないので、もう恋なんてしないかもしれないなんて言わないくはないっていう話ですね。伝わりましたでしょうか。はい、早速完成するんで、三つ缶の白だし、こちらを使います。これだけで美味しいんで、美味しい。砂糖がですね固まるんですよ。の入れ物が悪いんですかね、これ。お酒いただいたんですけど飲まないんで、料理酒に使っております。高級な多分お酒なんですけど、これをすごい酒飲みの人みたいですね、これ持っとくと。こうやってたまにはですね、やっぱいつも老後の話とか健康の話、体のことの話とか、そういうちょっとそういう話ばっかりじゃないですか、色気がないというか。ちょっと今日は恋愛ですね、たまにはそういう話もしたいなと思って。野菜、ご飯ですね、ご飯。ちょっとご飯があったか。はい、今ですね、EP で聞こえますでしょうか。洗濯物がちょっと終わったんで、一旦ここで一旦ちょっと行ってきます、洗濯物のとこに。はい、洗濯物干し終わってきました。そこら辺に干してるんですけど、部屋の中に。でこれで寿司飯って言っても、もうお砂糖ちょっとと適当でいいんですよ、適当で。自分が食べるんだから簡単っすよ。なんかサラダとかにもかけてもいい、なんかそういう強めじゃないお酢ですね。こんな感じで寿司飯を作っていきますね。あ、いい匂い。これでいいかな。ちょっとおごちそうですね、サーモンもまあちょっと高かったんで。
はい、じゃあもうちょっとお吸い物もできたし、もう少しでかぼちゃが見えるので、野菜、私今見えてますかね、こう食器、私食器棚ちょっと見せましょうか。ちょっと切り替えますね。これが私の食器のすべてですね。気づいたらピンクと白と透明で、いつの間にか揃ってたみたいで、ここも白と透明のガラスだから、これからも買うときはピンクか白か透明かに揃えたらなんかいいかなって思って、こんな感じの私の食器棚はスカスカです。失礼いたしました。はい、ちょっとしたキッチンツアーをさせていただきました。ちょっとこれで今日ウーロン茶飲もうかな。わー、美味しそうです。サーモンを焼いていくんですけど、椎茸もいいか。椎茸は、こんぐらいにして、あとは冷凍しとこう。サーモンがたったこれだけで299円なんですよ。高くないですかこれ。チリさん、はい、お腹空きました。じゃちょっと寿司を握りますね。あ、ひっつく。こうでしょうね、おにぎりみたいな感じで、こうやって、はい、形はちょっとどうでもいいんですね。ちょっとこれ重すぎるから食べますね。うん、いらっしゃいみたいな感じですね。私わさびもちょっと少し苦手。ちょっとこれあれかけすぎ。こんな感じでわさびをのせますね。そして焼きますけど、なんかせいろがみたいな匂いがするんで、せいろが臭いですよね。私一回も飲んだことないんですけど、匂いは嗅いだことあります。シャツがぐちゃぐちゃになっているのが見えてたらすいません。ちょうど5個ぐらいはありそうですね。あ、バラバラになる。はい、そしたらこちらですね、盛り付けてちゃんとしてあっちに持って。今日もすいません、これなんかもう全然気づきませんでした。あちらのこたつの方でお待ちください。すいません。はい、ではいただきます。はい、お寿司をいただいて、あ、醤油、さっきはお箸を忘れて切ってたんですよ。美味しそう。いただきます。うん、美味しい。ご飯の柔らかさがちょうどいいです。うん、美味しい美味しい。久しぶりに食べたかぼちゃ、今日も一緒に食べていただいてるでしょうかね。はい、ごちそうさまでした。今日も美味しかったです。はい、サーモンの炙り焼き寿司、美味しかったです。そしたらこちらですね、いただきます。いいですねこれ。はい、そしたらですね、一目惚れですね、一目惚れ、こちらのカップに一目惚れですね。で、一目惚れしたでしょ、このカップに。で、思いついたのが、恋愛について、恋愛についても、恋愛というか、そういうちょっと色気、そういう何ですかね、恋バナみたいな、そんなのもたまにはちょっとしたいなって思いました。もう忘れそうになるじゃないですか、このぐらいに、私ぐらいになったら。一人暮らしを始めて3年も経つと、もういろいろそういうの忘れそうになるから、たまに思い出すようにするためにもですね、こちらでたまにそういう話もさせていただきたいと思っております。はい、はい、で、一目惚れですね。皆さんは一目惚れされたことはあるでしょうか。はい、こうやってその物に一目惚れをすることは、たまにあるんですけど、服とかそういうのあるんですけど、私多分1回だけですね。
あれが一目惚れやったかもしらんっていうあのことをちょっと思い出したので、はい、あの少しその振り返りました、自分の中で。はい、何歳やったら30代お付き合いさせていただいていたんですけれどもですね、まあ、たまたまあの出会いました。たまたまですね、たまたま出会って、はい、年下の人です。はい、いくつやったかな、いくつ下やったかな、4つぐらい下ですね。はい、一目惚れっていうか最初からなんか面白かったんですよね。初めて2人で会った時、なんか前はその面白い人ってあんま思わなかったんですけど、2人で会うってなった時にあのすっごいなんか恥ずかしがり屋さんと、なんか本当は多分そうじゃないんだけど、その最初はすごい恥ずかしがり屋さんでしたね。あの顔を見て話せないみたいな感じの人で、はい、その人のあのなんかそういう感じのところに一目惚れしました。あの なんですかね、一目惚れってあの、まあ、見た感じのが一目惚れっていうのが一目惚れですけれども、まあまあ、あの その雰囲気もあの好きだったんですけど、あのとにかくなんか面白くて、向かい合わせじゃなくてあの隣に座ったんですよね、そのお店で。なんか多分居酒屋さんやったんですけど、なんかこうあの隣に座ったらあのこうやって話さないと顔見えないじゃないですか。あのもうずっとこうやって喋るから、それがもう本当に面白くて、でもあのおしゃべりがすごい上手で、あの話が上手なんですよね。あとそのなんか物知りでいろんなことを知っていて、あのそこが好きになったあのねところですね。そのもうあの絶えず話をしている感じでしたね、いつもあの遊んだ時はずっと喋ってる感じ の、 あの私もおしゃべりですけど、その人もおしゃべりで超過去形なんですけど、今何しよるんやろって昨日思い出した時に思いました。面白かったんですよね。まああの振ったんですけど私が、はい、その時はあの大泣きしてましたね。でも私は結構冷静やったんで、あのそれがちょっとあのまあ、ちょっとかわいそうやなとは思ったんですけど、いろいろありまして振りましたけれどもですね、私今どういう人がタイプですかってあのよくっていうかたまに聞かれるじゃないですか、なんかの時に。そしたらやっぱりあのそのことを思い出した時に、私会話が上手であのおしゃべりな人が好きだなって思いました。あと面白くてユーモアのセンスがあるみたいな感じだったから、その人、まあ、それがすごくこうなんか男の人としてキュンってなるかって言ったら、それはあんまりならないような感じなんですけど、とにかく楽しかった記憶があの思い浮かびますね。はい、あの頃は若かったなって思いますね。はい、内面に一目惚れしたのは本当にあの初めてやったと思いますね、その時が。はい、歌であるじゃないですか、もう恋なんてしないなんて言わないよ絶対にみたいな。それはもう恋なんてしないってことを言わないってことですよね。私はもう恋なんてしないなんて言うかもしれないっていうことですね。しないかもしれないっていうか、あのできないかもしれないっていうことですね。はい、この前も友達と話した時に、なんかいつか出会うじゃないってなんか言ったんですよ、友達が、ワイコちゃんが。ワイコちゃんはその旦那さんがいて、はい、普通にこうそういう感じなんですけど、私が仲良くしている友達は結構結婚してる人とあの友達ですね。だからやっぱりこうあの羨ましくなるんですよね、たまに。たまにというかいつも話を聞くと、まあよくそのみんなを言うのは、それでいつか出会うかもしらんやんみたいな言うんですよ。で、あのまあ相手が打った方がいいんやないみたいな。まあ、しないかもしれないじゃなくて、あのできないかもしれないって思うのは一体どこで出会うとって思うんですよ。私の動画を見てくださってる方は、あの女性が何割、あの男性が何割、何歳から何歳までが何パーセントとかそういうのは出るんですけど、あの言うとあの女性が80何パーセントで、あの男性が十何パーセントなんですよ。でもうほとんどの方が女性で、独身の割合とか結婚してる人がなどれぐらいでとかはあのもちろん出てこないので、あのどっちが多いのかなって思ってて、半々ぐらいかな、わからないんですけど、
どうでしょうか、はい、もう恋なんてしないって思っている派と思っていない派がに分かれると思うんですよね。ご主人がいらっしゃる方は多分もう恋なんてしたらいけないからですね。まあ一人の人はどういうふうに考えている人が多いのかなって思いました。私はもう今は本当に十分一人で、そしたら勉強が終わって試験にいつか合格して、その後ぐらいからもしかしたらもう恋なんてしないなんて言わないよ絶対っていう感じにもしかしたら、でも年齢的にちょっと、ね、年齢的にっていうか年齢あんまり多分関係ないんですよね。出会う時はそのもうもっとね上でも出会うでしょうし、その確率はすごい多分低くはなるでしょうけど、だからもう自分がどうしたいかってなりますよね。そしたら、うん、それはちょっと今のところはもうわからないですね。で特に私こっちに戻ってきて、離婚して戻ってきて丸3年になるんですけど、もう丸3年経ちましたね。経ちました。4年目に突入ですけど、ずっとコロナだったから今やっと、まあ、収束してるような感じで、もうあんまり五流に引き下げとかあるから、まあ、この先はもしかしたらもうそういう風になっていくから、今までの感じとはもしかしたらなんかちょっと違う感じになるかもしれないんですけど、はい、じゃあそれをちょっと期待しつつですね、はい、私はちょっと一目惚れのその人のことをですね懐かしく思い出せましたね、これを買ったことで、はい、楽しかったなあの時。あんま何も考えてなくて、その老後のこととか考えないじゃないですか、30代。だからいいんでしょうね、多分。いろんなこともすべて何も、先のことはわからないって感じですね。はい。締めさせていただきました。そんな感じで。はい、恋愛もまあ、だんだんどうでもよくなる年齢なんで、こうやって動画でですね。たまには昔のこととかを思い出しながら皆さんとですね共有できたらいいなって思って今日はお話をさせていただきました。では今日も最後までご視聴くださりどうもありがとうございました。また次の動画で会いましょう。じゃあね、バイバイ。